バー千代田の小田圭がプロデュースする約1万5000人の応募、倍率2100倍超え、3ヶ月に及ぶ数々のオーディションを乗り越え合格した7人組のアイドル、小田圭アイドル。現役アイドル指原莉乃が理想のアイドルをプロデュースするために声優学校として業界一の歴史と実績を誇る代々木アニメーション学院とタッグを組みました。多くの応募者の中から最終審査を通過した12人の声優アイドルグループ、それがイコールラブです。はい、なんさんこと斉藤渚です。はい、ひとみんこと高松ひとみです。はい、いおりこと野口いおりです。大谷えみりです。はい、はなちゃんこと大葉花です。はい、りさちゃんこと落としましたね。はい、キャラこと斉藤キャラです。はい、りさちゃんこと滝脇京子です。はい、あんやこと山本アナです。よろしくお願いします。2019年メジャーデビュー、友情、努力、音楽をキャッチフレーズに2022年ボーイズグループ乱立時代大注目の5人組、それがキラーです。バカです。ゆたまです。ゆです。よくです。恥と言われ続けた DJ 集団、ドームでライブやりたいです。ドームでライブをすることを目標に持ち、みるみる大きな会場でライブができるようになっていった。ドームを目前に炎上してしまい公演できなかったが、2020年12月26日ペイペイドーム公演を行い、レペゼン地球は解散。もうじゃなくて世界一ピンクな男になりたいんだ。世界一を目標に結成された5人グループレペゼンホックス、世界一になるためにレペゼン地球時代に絶対にしなかった YouTube、TikTok、Instagram 365日毎日更新。でも世界一は彼らだけではなれない。 R-E-K-Y-O 彼らを支えるファンの名称、そう私たちがサイコさんのレペキをみんなで世界一になりましょう。